私の名前は浅賀博史です。私が空手を始めたのは1992年の12月です。空手を始めたその動機は、まず老先生と出会って、まあいろいろお話ししました。その時に例えば体の使い方、そして、考え方、空手は日本人にとってはちょっと力と力のぶつかり合いだけ考える人多いですけど、その時の会話で全然違った。なので始めてみようかなと思いました。そして何度も何度もトレーニングと練習ですね、するととてもこう奥深くて意味が深くて、さまざまな例えば肩とか突きとかいっぱいいっぱい練習して、そしてもうすぐ分かりました、終わりがない、ずっと練習する、そういうコンセプトです。それが分かったので、始めたい、そして続けたいと思いました。老先生との初めての出会いは今でもはっきり覚えてますが、老先生のお友達の、フランス人のお友達と、日本人のお友達が集まるクレープパーティーでした。その時は本当空手の先生で思いませんでした。ごくごく普通の服を着て、空手着じゃなくて、すごくこう本当日本語では普通の人という、そんな感じでした。空手はですね、そう、私は日本人ですから、もちろん柔道も空手も剣道ももちろん経験したことがないですが知っています。その中で、そうですね、老先生から教えてもらったその空手というのは、強くもあって柔らかくもあって、そして難しい、そしてシンプル、いろんなものが混じってて、もう本当人生みたい。人生はいろいろありますね。そういう空手の価値は何かというふうに聞かれると、私は人生そのもののような気がするというふうに、日本でもよく友達と話をするんですが答えます。そうですね、影響というのは様々ありました。特に私はその92年に先生に会う前はずっと野球しかしてなかった。私は7歳からずっと野球約20年やってました。その時に気づかなかった体の動かし方があります。動作ですね、日本語では動作と言いますが、今儀を着てますからそんなにベースボールのスタイルは見せられないですけど、ずっと私はプレイヤーでしたから細かな動きをいろいろ考えてましたが、今は大学生に野球を教えています。もう18年教えています。その中で例えばちょっとした動きですね、筋肉の動かし方そのものはもう全部空手の中にありました。ですから本当20年野球やってましたけども、全くわからない謎みたいなものがたくさんあって、でも下半身の使い方、そして丹田の使い方、そして体の先の使い方、指先とか全部それは空手の中でインクルーディング、全部包含されているものでした。それは今大学生にベースボールを教えている中でもいっぱい生きています。時々突きを教えます。それから私はずっとビジネスマンでしたから、休みの日にボランティアで野球を教えますけども、仕事でもそうですね、とっても扱いにくい部下、コリークですね、コリークに対して空手はみんな柔らかい仲間です、和を大事にします。でもビジネスの世界は勝った負けたがあるものです。それでもみんな仲がいい。私はリクルートというところで仕事をしましたが、みんな私の組織ですねはとても仲がいい。それは
野球だけでは分からなかったことかも分かります。ちょうど良かったです。そういう時期に、ロー先生に会いましたし、そしてまあ仕事もしました。そういう影響、そしてやっぱり日本人ですから、道というキーワードはすごく共感できます。でもこれは特に空手の中には、強くありますね。それは何かというと、やっぱり人に優しくしようとか、柔らかくするには自分に厳しく、そして時には人に厳しくしないといけない。これ鍛錬です。まあ、もちろん野球の世界でもどんな世界でもありますけども、それがちゃんとした型になっています。それは哲学や、そうですね、精神、そういうものに全部入っていると思いますね。そういうことを改めて感じさせられること、それがすごくいい影響だというふうに思っています。まあ日本人はですね、子供の頃から書道とか、そうですね、まあちょっと特に女性は茶道、お茶、ティーセレモニーですね、やられます。ですからいろんな、芸術には実は触れ合っています。ただ私の場合はですね、お父さん、おじいちゃん、そのおじいちゃんとかがずっと家系で能をやりましたから、私は5歳から9歳まで、そう、ベースボールを始めるまでは能をやっていました。毎日ですね、正座して、練習してました。これはもう本当鍛錬です。子供の頃は何にもわからないんです。難しい。でもそれを、毎日やることで少しこう道というものの考え方が、体験してたように思います。ですから少しの、自由体といいますが、それをやっていました。それと書道ですね。でもそれもこれも全てスポーツを始める前までのことで、ずっと続けていることはではありません。その能、を習っていたことが、実はロー先生と出会った時にはすごく重要なことがあり、一つの過去の一つの思い出ですけども、私の父が東京に住まわれていたロー先生のところへ来て、そして私は少しギターもやりますから、ギターで歌ったり、そして私の父が能をロー先生その場で歌って、私も少し歌いました。庭の遺産を金銀の、こんな感じですね。のはもっともっと奥が深いですけども、そういうものを伝えて、そして扇を必ず使いますが、その扇を、先生に、プレゼントして、そういう芸術をやっていたから、やっぱり与えることができる、そしてもらうことができる、そういう、経験がありますね。それはすごく、芸術をやることの重要なことだと思います。以上です。私実は空手を、当時92年、93年、94年、95年、ロー先生から学びましたが、その後では他の空手教室とか空手道場とか一切行ったことがありません。ですから見て比べるというのは非常に、難しいです。やったことがないからです。ただ何度か沖縄にロー先生と、そして私の友達と一緒に、練習に行きました。その道場の雰囲気と、今回フランスでまた練習させていただきましたが、その雰囲気はずっと同じです。ですから空手は沖縄で生まれてます。そして空手は沖縄でプロセスを歩みました。その雰囲気とかパワーとか優しさとか強さ、それは全部この道場にありますから、この道場というのはフランスにありますから、あえて言うと違いはないというしかないですね。大変申し訳ないですが、他の道場を知らないからです。そうですね、
まあ、あえてですけども、あの受ける受け方といいます。例えば先生がいて生徒がいて、日本の場合は先生が言えばはいはい、この間にいろいろこう考えて、そしてその意味、先生何言いたかったかな、今こう言われましたけどその後ろにあるのはどういう意味かな、何間違ったかな。時にはこうです、全く何も間違ってないのに怒られる時あります。でもそれでもはい、これだけで静かに考えます。ところが、フランス人はちょっと違うと思います。言われるとああちょっとこう受け止めないでそのまま跳ね返してるようなところがあります。それは大きく違っていて、日本とフランスは大きく違う。それは多分習慣の違いだと思います。それがいいとか悪いとかではないんですが、でもやはり空手は先輩が作ってくれたもの。もっと昔から芸術は全部そうですね。どうも全部ずっと先輩からもらうものです。だから一旦もらう、はい、もらって、そして自分で解釈して。自分の態度を見て、そしてまた上げる。で、年いくと、私も年がいきましたから、後輩教える。この順序ですね。こういうものが一番、まあ、日本では大事にされるので、あえて違うといえば、その時だけではなくって、その後も考えるようになっているのが日本のような気はします。この度は、このような機会をいただきまして、本当にあの光栄に思います。どのような仕上がりになるのかとっても興味がありますし、自分のようなものがこのようにお話をさせていただくことが良かったのかどうかも分かりませんが、でも本当に私の人生にとっては貴重な経験でした。このような機会をいただきましてありがとうございます。心より御礼申し上げます。